佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第百七十二回二月一日土曜日レース展望こんにちは新興の青木リ奈です。そして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです。今村さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。先ほど佐賀競馬場に着いたら、はい、虹が出てまして。 あ,あ、そうですか。今村さんご覧になってないですかいや見てないですね昨日はちょっと見たんですよあ昨日もでしたか、うん、昨日は出てましたね佐賀競馬場って私前来た時も二重の虹がかかってたりして結構見れますね<ー>なんかいい感じがしますよね本当ですね今日もね絶好調で頑張っていきたいと思います、うん、どうぞよろしくお願いしますそれでは今回の展望レースはこちらです2月1日土曜日注目レースは第8レース雪柳賞 C1 の5組 そして、メインレース第九レース、熊川賞 A 一、A 二です。それでは、解説始めます。まずは、注目レース第八レース、雪柳賞 C 一の五組の出走メンバーです。距離ダート千四百メートル、午後四時三十五分発走サラブレット系、四歳以上、十頭立てになっています。それでは、今村さんの注目場をお願いします。はい、えー、まずは一番のザ・ブルグですね。えー、まあ遺跡後 5戦勝化してね、初戦こそ2着でしたけども、まあ、その後4連勝とね、えー、圧倒的強さを見せているんですけどもね、まあ、徐々にね、相手関係は上がってきましたけどもまだまだやれそうな内容ですからね、まあ、ここも前々で競馬できる分、うん、面白いところだと思います。まあ、それから10番のモンテガナール堅、えー、実にね、上がりを使えてる強みもありますし外枠もいいですからね、まあ、今回も上位争いに食い込めるところはあると思いますね。それから3番のスパーダ道路 まあ前走は、ね、スタートがもう1つっていうところでしたけども、まあ、すんなりならこの馬も前で競馬できる分強みありますからね、えー、前走からの巻き返しっていうところを注目したいですね、まあ、それから8番の名将をいどおなんですけども3走前に勝ってねそのあとがもう1つのレースぶりが2走続いたんですけども、まあ、長周地ではないんでね変わり身っていうところをね期待したいところですねありがとうございました続きましてメインレース第9レース 熊川賞 A ・ A ・ A にの出走メンバーです。距離ダート千八百メートル、午後五時十分発走サラブレット系、三歳以上、七頭立てになっています。それでは、今村さんの注目場をお願いします。はい、えー、まずは一番の親子高ですね。まあ、前走一籍初戦でしたけども、まあ、内容的にはね、まあ、ちょっとね、苦しい展開にはなってましたけども、まあ、力的にはね、えー。圧倒的な強さを見せてくれたんじゃないかと思います。まあ、それから。えー 5番のね。ドリームリバールもまあ、前走ねえー、2着でしたけども、も、うんん、まあ、内容的にはね休み明けを考えればまあ、十分やれたところだと思いますからね。まあ、ここも女優争いっていうところじゃないかと思います。まあ、それから6番の池の朝なんですけどもまあ、休み明けで若干間隔は空いてるんですが。 まあ中間も、ね、しっかりと乗り込みはできてましたので、まあ、距離的にも行わせるところですから、ねえー、まあ注目したいですね。まあ、それから3番のナイトフィーバーですね、まあ、前走一撃掌戦で、まあ、もう1つでしたけども、まあ、上がりは使えてたんで、ねまあ、距離が伸びる分プラスにはならないんですけども、まあ、ショート数ですから、ねまあ、上積みというところで、ね、期待したいところですね。ありがとうございましたそれででではここで重レレースレポースポトです 一月二十六日日曜日に実施した産経スポーツ杯第二回。ウィンターチャンピオンは、田中純騎手騎乗のドラゴンゲート号が優勝しました。関係者の皆様、おめでとうございました。さあ、リーナの一チオのフォークローバー号は三着という結果だったんですが、今村さん、レースを振り返ってみていかがだったでしょう。はい、ええー、まあ、ちょっとね、思ってた展開とは違ってたんですけども、まあ、三番の。 ドラゴンゲートの強さが目立ったかなっていう、うん、まあ足の内容でしたからね。ねまフォグローバーもね、えー、中間いい足見せてくれたんですけども、はい、ま最後ねちょっと詰めきれなかったところはね残念でしたけども、うん、ま精一杯ね、えー、いいレースはしてくれたかなと思います。はい、えー、ドラゴンゲート号の歓迎者の皆様改めておめでとうございます。それではここで佐賀競馬からのお知らせです。 2月9日日曜日あのうどんの番組で大人気の岡澤明さんが佐賀競馬場に来場します当日は岡沢さんによるトークショーも実施いたします皆様ぜひご来場くださいそしてもう一つお知らせです2月11日祝日火曜日は中央競馬地方競馬の一流馬が争う冬のビッグレース佐賀記念を実施いたします 当日の佐賀競馬場では、去年8月のサマーチャンピオンで実施した生鉄道失礼しました。生鉄道塾 in 佐賀競馬を再び実施いたします。元 JRA 騎手の佐藤哲三さん、さらに今回はゲストとして、元 JRA 騎手の安藤和美さんも加わり、パワーアップしていますよ。また、庄司典子さん、天童奈子さんによる。 スパットフォープレゼンツ庄司典子天童なこ予想ステージも実施いたしますさらに来場プレゼントもご用意しています佐賀記念の確定前勝ち馬投票券をご提示いただいた先着300名様に重症レース優勝馬が 首にかける優勝例をかたどった佐賀記念オリジナル手ぬぐいをプレゼントさらに当日のご来場先着1000名様に佐賀記念オリジナルサイダーをプレゼントいたします2月11日はぜひ佐賀競馬場にご来場くださいそれでは以上佐賀競馬バッカル情報局第172回2月1日土曜日レース展望でした 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は2月8日土曜日9日日曜日の展望を2月7日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら